夢見のサンドにもう一度大きな拍手をお願い申し上げます。はい、始まりました2016年新宿トラットジャズフェスティバル、ね、私もちょっと寝起きで舌が全然回ってません。どうか勘弁していただきたいと思います。やっぱり人間だからね、この人も人間だと思います。2014年当選以来2年目の今年、新宿は本当に住みやすくなったというね、特に40代のね、子供を持った女性の声が多いんです。やはり新しい力、今ね、アメリカも政治が変わりました。でもね、新宿は変わらずこのまま東京オリンピックまで行ってほしいと思っております。2年目を迎えました吉住健一新宿区長です。大きな拍手。私もちょっと二日酔いの状態で申し訳ございません。ちょうどお鳥様やってる最中で、昨晩もこの辺で楽しんでおりました。今日は16回目を迎えるトラットジャズフェスティバルを迎えまして、本当におめでとうございます。また先立ってはこの地域で町バルフェスタということで、この周辺のお店に入っていただく、そういう取り組みを行わせていただきました。この末広通り、あるいは要通り、この新宿三丁目二丁目地域、本当に賑わっている地域でございます。こうしたところの資源を生かしながら、そしてまた楽しんでいただきながら、町が活性化していけばより住みやすくなっていくと思います。どうしても都心部っていうのはなかなか人情が薄いとか言われますが、そうは言っても今の演奏のように心温められるものもございます。そうしたものを大切にしながら生きていけるのがこの新宿の特性だと思いますので、どうか皆様のお力でこれからも新宿盛り上げていただきたいと思います。で、今オリンピックまで頑張ってくれって言われたんです。もうその後まで頑張ろうと思ってますけども、でもオリンピックの時にですね、できれば皆さんの力を借りてこの街を音楽で盛り上げていきたいと思います。どうかその時にもまた力を貸してください。よろしくお願いします。はい、新宿はね、バスターミナルの充実度とか本当にね、いろいろ変わってます。吉住健一新宿長にもう一度大きな拍手をお願い申し上げます。そう、昨日新宿はお鳥様でしたね。もう朝まで結構飲んでる方も多いかと思います。特にこの通り、この通りを、要通りと言います。そして一本向こうが末広通り。新宿三丁目はね、そこから伊勢丹の先までずっとつながってます。でもね、最も活気のある下町の下町にいた飲み屋街というのは、実はこの通り、この後の通りを言うんですね。そういう意味で、末広通り商店街会長井出様より皆様に一言ご挨拶がございます。皆さんおはようございます。雲一つない青空にちょっと雲がありますけども、絶好のジャズフェスティバル日和でございまして、数多くのプレイヤーの方たちがもう会場で待っておりますね。で、皆さんいい音楽を聴いていただいて、その後要通り、末広通りで美味しいお食事をですね、ご賞味いただければと思います。従業員一同、皆さんのお越しをご来店をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、井出井誠一の通り商店街会長よりのご挨拶でした。何せ、どちらの会長、私も含めてですけど、朝まで仕事をしている人が多いです。ね、ちょっとね、舌がもつれ気味なのは勘弁していただきたいと思います。さあ、続きまして今度は要通り共栄会、会長であります、矢郷様より一言ご挨拶がございます。おはようございます。昨日はですね、ちょっと冷たい雨でしたけれども、今日は、晴れまして、しかもちょっと日中は18度ぐらいということで汗ばむぐらいだと思います。先ほどちょっと軽く演奏を聴いていただきましたけど、まだまだ、熱い演奏が待っております。皆さんプレイヤーとともにですね、汗だくになるぐらいのちょうど今日は気候だと思いますので、頑張って2日間よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。矢郷要通り共栄会会長のご挨拶でした。さあ、続きまして今度は新宿トラット実行委員会会長です。西松実より皆様に一言ご挨拶がございます。皆様どうも早々とご来場いただきましてありがとうございます。このジャズももう16年やっております。これがこの
新宿商店街の皆様のおかげだと思って、感謝しております。それから若い連中、早稲田大学のニューオーリンズジャズクラブの若手が皆さん手伝ってくれてですね、これを進行させていただくと本当にこれも感謝しております。それ以上に、ご来場の皆さん、もう男女はもう遅呼ばず、来年も頑張っていただきたいと思って、ご挨拶させていただきました。よろしくお願いします。はい、新宿カットジャズ実行委員会委員長の西松より皆さんにご挨拶でした。さあ、続きまして今度はジャズカレッジユニオン、大田とどむより皆さんにご挨拶です。皆様おはようございます。はい、どうも。熱心な皆ファンの皆様、いつもご声援ありがとうございます。我々アマチュアのプレイヤーっていうのは単純でして、皆様の声援があると、伸び演奏ができますので、よろしく声援をお願いしたいと思います。この回今日で16回になるんですが、我々も最初から参加してますんで、ご想像にお任せして、皆さん我々メンバー相当の年になっておりますが、まあ、演奏はあまり年関係ないと思って、今日も素晴らしい演奏、楽しい演奏、心にしみる演奏がやってくれるものと私は思っております。ご期待ください。それではですね、そうですね、その前にお礼を申し上げなくてはいけないです。終わりにあたりまして、この会を催すにあたりまして、新宿区、それから地元三町内会、要通りと、それから末広通りと、もう一つ御苑大通り、3つあるんですが、そこのご協力をいただき、さらに演奏会場を提供していただいているオーナーの皆様、それから一番この会を運営するにあたって、下支えをしてくださるボランティアの皆様にこの場を借りて厚く御礼を申し上げます。これいつものことなんですが、恒例になりました。正解を記念してですね、三本締めをやらさせていただきます。ご唱和をお願いいたします。それではお手を拝借よよっ、おいそす、ありがとうございました。はい、ジャズカレッジユニオン会長、大田忠臣先生。はい、わかりました。というところでね、このあと12時から全26会場、今日は延べ1000人を超えるアーティストがね、新宿に集結しております。チケットをお持ちの方、あるいはお持ちでない方もね、どうかそれぞれのジャズのシーンでお楽しみください。この通り、こちらはお祭り広場といいます。もう間もなくね、ちょっと皆様の左手側と右手側両方に、プログラムが書いてございます。チケットをお持ちでない方はね、ぜひこちらでお楽しみいただきたい。それから、今日はね、このイベントに合わせて、大変多くのお店が店を開けております。どの店もね、三丁目切っての名店です。どうかね、ご賞味いただきたいなと思います。ちなみに私の手の左手、こちらからアボガドさん大人気ですね、毎回ね。それから、こちら、ピザ、クラウディアさんね、シューという素晴らしい料理人が戻ってきたからもう味が良くなってますね。それからね、あちらがカスうどんのね、高野巣というお店ね、最近できたお店ですけど大変ね入っております。よかったらご賞味ください。それから、角は角屋、それからもうね、恵比寿さんをはじめ向こうまでたくさんの店が軒をつないでます。それから小さな出店もいくつか出ておりますからね、どうか合わせてご利用いただけたらなと思っております。本日はね、大変お忙しい中、たくさんのお客様のご来場いただきまして誠にありがとうございます。チケットも3000枚を超えております。どうかね、それぞれの楽しい一日をね、過ごしていただきたいと思います。もう一度新宿区長に大きな拍手をお願い申し上げます。ありがとうございます。さあ、それではね、12時のプログラムまでどうぞごゆっくりとお過ごしください。まずはこちら、夢ブラスバンド、どうぞ大きな拍手を。
真ん中で踊ってる傘を差した人、ね、これは何ですかという方も毎年いらっしゃいます、これはグランマーシャルという役ですね。柔術根岸、もう毎年のように来てくださいますね、日本人はこうやってね傘を差して踊るスタイルありますけど、真ん中で踊る人はねちゃんと一人と決まっておりますね。夢ブラスマンのグランマーシャルは彼です。さあ、再び夢ブラスバンドの方をお楽しみください。
Sometimes they will go winging, winging to the old desert. Just a little while to stay, just a little while to wait, just a little more. Marching over, marching through the valley gate. Oh, when the sound, 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 when the sound,